見えてますか？ お、虹がかかった。すごい。 はい、こんばんは。今日の担当はれんちゃんこと佐藤楓です。 久々に言った、このでんちゃんこと佐藤楓です。はい、皆さんもう見てる？これね、何なんだろうね。キツネか犬かわかんない。あ、犬じゃない、猫かわかんないです。 そう、なんかショールームの背景もすごいお誕生日仕様になってて、すごい豪華。 ありがとうございます、皆さん。じゃあ早速ね、宿題をやっていきたいと思います。はい、今週の宿題はミニルービックキューブ。じゃん。宿題か。あ、間違えた。宿題だ。の曜日選手権と間違えちゃった。はい。宿題はありますね。はい。宿題はじゃん。でんちゃんへ腹話術やって、はずき、昨日のはずきからですね。腹話術、私やったことあるっけ？でも私腹話術できるんですよ。そうね、なんて言おうかな。じゃあ、あなたの先日誕生日を迎えたので、じゃあまあ目標、26歳の目標をじゃあ腹話術で話したいと思います。 いきますよ。腹話術ってさ、口は開いてていいんだよね。このさ、笑ってる顔でもいいんだよね。いいんだよね。はい、じゃあ行きまーす。よーいどん。私先日3月23日で26歳になりました。 本当にたくさんの方がお祝いしてくれてすごく嬉しかったです。 26歳はとにかく笑顔で明るく楽しみたいと思います。やっぱ私がね、笑ってるとファンの皆さんは嬉しいと思うし、あ、ちょっと口動いちゃった。 はい、そう、私が笑ってるとやはファンの皆さんも嬉しいと思うし、楽しんでる姿が好きって言ってくれる方が多いので、ちょっと本当にたくさん笑ってみんなと過ごしたいと思います。 はい、終わり。どうですか？うまいって。やっぱ上手だよね、私。 上手ですよね。上手？どう？口閉じてできる人っているの？できない。はい、じゃあ宿題大成功。微妙っていうのは誰だ？微妙って言った人。 はい、大成功ということで、よし、これは終わり。 笑いながらねえ、あ、カッキーができんのか。あ、やってた気がする。でもカッキーね、やった。なんかやってた絵が思い浮かぶ。 そう、ちょっと話変わるんだけどさ、そのお誕生日のさ、お祝いでさ、記念でさ、乃木坂駅にすごくたくさんのポスターを飾ってくださって、ファンの方が、それはね、見に行きたかったんですけど、結構先週、多分先週いっぱいだったの、日曜日ぐらいまでだったのかな、どのポスターも。だから先週に限ってちょっとね、バタバタしちゃってて行けなかったのがめちゃくちゃ悔しくって、そう、去年はね行けたんですよ。去年は確かリハ終わりに葉月に「ちょっとついてきて」って言って、そうさ、ちょっと行って写真撮ってきたんですけど、今年はね行けなくって、でもね、たまたま乃木坂駅を通りかかったお友達が
全部撮って送ってくれたんです。だからそれをもう保存してじっくり見て、ありがとうございます。本当はね、行きたかったけど、ありがとうございます。皆さん、お祝いしてくれた皆さんもありがとうございます。そう、はい、じゃあ次はあれ、次は乃木曜日選手権に行きたいと思います。次こそ、はい 今週の乃木曜日選手権はミニルービックキューブです。はい、こちらの1面が4マスしかないルービックキューブの1面の色を揃えるまでのタイムを競います。ただし2分経っても揃えられなかったら失格。最も早く1面を揃えられたメンバーはなんかプレゼントがあるそうです。ルービックキューブ苦手なんだよね。あ、先週、あ、なるほどね。先週のメンバーが2人しかいないから、今週の選手権は先週のメンバーと合算らしいんです。リカちゃん失格。ああ、なるほどね。2分できなかったのか。タモミ13秒？タモミってルービックキューブできるっけ？すごい。で、ハズキが27秒。じゃあ、今週はライバルが多いんですね。私ね、ルービックキューブめっちゃ苦手なの。めっちゃ苦手ってか、なんかできない。ね、なんかでも葉月がさ、ルービックキューブこの前持ってきてて、現場に。そう、得意らしいけど、まあいいや、やります。どうすればいいの、わかんない、やり方がわかんないもん。私最近の乃木曜日選手権優勝してないから。でも無理じゃんね、こんなんね。じゃあ行きます。あ、何色？でも何でもいいや、揃ったら。よーい、ドン。え、どうやってやんの？あ、待って。見て。できたんだけど。ねえ、できたんだけど。初めてルービックキューブ揃えられたんだけど、待って、3秒だって。私動かしてないですよ、ここに。もう来た時に置いてあったやつそのまま取ってやったら、3秒だって。これもう優勝じゃないですか。やっち、なんかね、ちょっと待ってね。 見て、3秒だって、3秒だって。これじゃあ全部揃えられるんじゃない？奇跡なんだけど。もうできないもんだって、これ以上。だって青がなくなっちゃうもん、これ以上動かしたらさ。ああ、赤が揃った。だってさ、見て見て、こうなってる、こうなって、これをどうやって揃えるの、これは。無理じゃんね、こんな。すごくない？ちょっともうぐちゃぐちゃになっちゃったけどさ。すごくない？ねえ、やった。なんか私ルービックキューブで、なんか昔変な思い出があって、まだ小さい頃ね、クリスマスに、さ、ベッドのクリスマス朝起きて、何着てるかなって思って、サンタさんから。で、まあ、いっぱいいろんなものを毎年着てたんですけど、なんかその中になぜかルービックキューブがあって、私別にルービックキューブやったこともないし、好きって言ったこともないし、不思議な贈り物があったのです。あったんですよ、ルービックキューブに関して。こんな思い出があって、そう、もう多分一回もやってないんですけどね、もらったけど。ねえ、はい、こんな感じでね。
あ、次のメンバー用にキューブをバラバラにしておくんだって。じゃあ昨日葉月がなんか簡単にしてやってくれたのかな。じゃあめっちゃシャッフルしたの。え、でも分かんない、どうやってシャッフルするかも分かんないよこれ。いや適当にやっとくね。ちょっと私は仕組みが分かってないので。はい、こうしときます。多分葉月もびっくりしてるかも、びっくりするかも。ちょっと後で連絡しよう。はい。こんな感じで、無事の業務選手権は多分優勝ということで、はい。ありました。じゃあ皆さんちょっとね、あとはお話ししましょう、私と。はい。何がいいかな。そう、私ね、あ、そう、最近ハイキューを見終わったんですよ。ハイキューを見始めてたんですけど、ここ1ヶ月ぐらいなんか流行ってるし。そう、まあ勧められて、そうハイキュー見たら、結構さ、メンバーもさ好きな子いっぱいいてね。だからその 見るたんびに、レンカとかに今ねシーズン2のなんとかだよとかめっちゃ報告してて、久保とか、そう、なんかクリスティもね漫画読んでるらしくって、そう、それが私見終わったんです、シーズン4まで。最初ねちょっと長いかもって思ってたんですけど、ね、見始めたらねあっという間でね、あ、途中からどんどん面白くなってって、そう、あのすごく楽しい、シーズン3めっちゃ面白かった、そんな感じ。最近はだからハイキュー見始めてから結構アニメを見るようになって、最近はドラマより、そう、ね、推しがね決まんないんだよね。推しがね決まんないんだよね。西野屋さんか、西野屋さんも好きだし、及川さんも好きだし、あとね僕とさんも好き、決まんないんですよね。箱推しでっか。そう、あ、フリーレン 見てます今ね。でまだ5話とかなんですけど、フリーレンも見てるし、つい最近あのね薬屋の独り言っていうのを見始めて、それも今5、6話とかで、ちょっといろいろかじりながら。なんかね、そう、でもさ、いろんなのをさ一気に見始めちゃうとさ、どれがどんなストーリーだったかさ忘れちゃう、なんかね、なんか忘れちゃう、わかんなくなっちゃう。なんかおすすめあったら教えてください。最近私の中ではアニメブームが来てます。そう、でもね全部なんかちょっと有名どころ行ってますよね。薬屋の独り言ね面白いね、面白いです。そう、なんかフリーレンはゆったりと進むから心が温かくなる。リゼロ、リゼロ気になるな、見てみようかな、ね、全然さアニメとか普段見ないからさ、なんかおすすめあったらまた教えてください。あとはそうですね、あの35枚目シングルのね活動も最近は先週からかな始まってまして、もう終わったので言うとカウントダウン TV とか M ステとか出させていただいたんですけど、皆さん見ましたか、見てくれた。はい。チャンスは平等、皆さん見てくださいね。そう、明日もあの22時から週刊ナイナイミュージックっていうのがフジテレビさんであるので、ぜひ見てください。そしてね金曜日もねバズリズムがあるので盛りだくさんになってます。
私はあの歌番組がすごく好きなので、お仕事の中で一番好きなので、こうやってちゃんと自分のポジションで出れるのがすごく嬉しいので、楽しんでます最近は。そんな姿をね、ファンの皆さんにも見せられるのも嬉しいです。たくさんありますね、最近はね。そう、今回はいろんな髪型をしようと思って、そう、いろんな髪型にね、挑戦してみてるんですよ。どれがいい、よかったですか？そう、来週はあの生田さんの「Venue」にも出演させていただきます。ポニテ、おポニテ、ポニテ、明日ポニテですよ。ちゃんと見つけてくださいね。あ、そうですね、あの YouTube で昨日、おとといか、日曜日にあの犬飼いのあの映像が、企画が公開されたんですけど、見ました？皆さん、ナオとテレサとレンカとめちゃくちゃ楽しかった。 なんかそう、ナオがね、スタッフさんのワンちゃんで、ロコちゃん連れてきたってからなんですけども、すごいわんぱくでめちゃくちゃ笑いましたね、あの日ね。そう、ロン君も可愛かったでしょう。そう、ロン君ね、あの行きの車からすごいそわそわしてね、どこ行くんだろうって言ってね。 ちょっとちらっと顔出したりしてて、で、レンカとその、あの車内での様子をね、送り合ってました。今ロン君こんな感じ、リズはこんな感じって。 そう、めっちゃなんかみんなロン君お利口さんって言ってくれてさ、そう、まあ、私がしつけましたので。 テレサのワンちゃんもね、可愛かったですね。ロン君ね、ふわふわですごい、そう、あの YouTube デビューするからちょっと気合い入れて、1週間前ぐらいにちゃんとトリミング行きました。なんかトリミングしたてもしたてで、結構もうスマートというかシュンって感じだから、トリミングして1週間ぐらいがちょうどいいんですよ。そう、ロン君はね、ちょうどすごい一番可愛く、まあ可愛いですけどね、元が可愛く見える時期、そう、なんだ、映りがいい、なんていうんだ、そうだから、それを狙ってちゃんと1週間前にトリミング行きました。親バカですよ。 そう、楽しかったな、またね。そう、念願だった。そう、私もずっとさ、やりたい YouTube の企画でさ、犬飼いっていうのを出してたから念願叶いました。 ね、あとは何の話があります？3月31日にね、今週ですね、あの先日の12スイヤーバースデーライブ、123曲10時間ワンデーライブっていうのがあるんですけども、皆さんこれ見てくれますよね？なんと、あの、それぞれね、デイ1からデイ4それぞれで、あの先輩方と一緒に対談というか、そう、コメントも取って、私は葉月と梅と3人で、白石さんとあの一緒に撮らせていただいて、もう本当にお久しぶりにお会いして嬉しかったですね。やっぱなんか先輩を前に しちゃうとすごく後輩、あの頃に戻るというか、心がね、なんか泣きそうになっちゃうんですよね、先輩を前にすると。そう、先輩だーっていうね、安心感。 そう、もうね、今はこうやって先輩にも甘えることができなくなったので、
やっぱ嬉しいですよね。バースデーライブは皆さん見ました？来ました？お、全部見たってありがとうございます。お、来たって方も多いですね。私はやっぱでも、なんだろう、初日とか2日目とか、自分が、まあ、2日目は途中からね、3期生も途中じゃないか、2日目って何年だっけ。 まあでもその自分たちが加入してない年の曲をの日はやっぱね、ちょっとなんか込み上げるものがありますよね、ちょっとね。やっぱでも自分たちが加入した、ハルジオン、2日目のハルジオンやった時、埼玉スーパーアリーナで3期生が5周年のバースデーライブ以来にやった時、結構泣きそうになっちゃって、ハルジオンやってる時。 そう、先輩方のね、衣装を着れるのも嬉しいですし、なかなか着ないね、衣装なので。1日目とかはね。あーって嬉しかった、すごい。 そう、先輩方にも連絡したりして。 そう、ミリアさんに連絡したり、若月さんにも連絡したり、大好きですみんな。 嬉しい、風船よかったーって方いっぱい、嬉しい。 ねえ、皆さんは何日目が印象に残ってます？女子カルよかったよ。そう、女子カル、そう、嬉しかったです。私あの衣装、告白の順番の衣装を着れたのが結構全部嬉しいんですけど、もちろん全、なんか一番嬉しかったかも、4日間で。 それもなんかやっぱあんま着る機会ないし、多分ね、本家のね、先輩方もそんな着たこと、でも2、3回とかしかね、着たことないんじゃないかな。すごくレア感があって、やっぱ女子カルは私にとってもね、すごく好きなユニットだし、大切なので。 そんな感じですかね。そんな感じだよね。なんか喋り忘れてることないですよね。じゃあ、そろそろ明日のメンバーへの宿題を出したいと思います。明日のメンバーはね、まだ未定だそうなので、次回のメンバー。未定のさ、人に宿題出すの難しいよね。なんて、何がいい？なんか考えてください。何がいいかな。何がいいかな。腹話術いいね。最近こぼしたもの、いや、こぼすかな、みんなね。そう、あのね、ライブの時にめっちゃ面白い あの話があって、 それはでもいつどこで話したらいいのかって感じなんですけど、あ、いいね、ぬいぐるみ同士で腹話術で会話させる、いいですね。
難しいね。じゃん。ぬいぐるみ持って腹話術で会話して。高いね、これハードルね。ちゃんとね、これ2体持つんだよね。これ2体って書いておこう。皆様教えてあげてください。ちゃんとなんか、ぬいぐるみ同士で会話するんだよって教えてあげてくださいね。こんな感じで、よろしくお願いします。ちょっとまだどなたかわからないんですけど。ごめんね、ちょっと難しくってごめん。あとちょっと、なんか、ペンギン。はい、スクショタイム。そう、お誕生日ね、一番に連絡くれたのはクロミンでした。もうすごい0時00分 でも去年もね、確かそうだったの。でもみんなね、すごく早くくれて嬉しかった。私はもう12時前には寝ちゃってたんですよ。朝起きたらね、いっぱい連絡来てて嬉しかった そう、それでなんかそうこぼしたんですよ。でもこのエピソードはどこで話したらいいのかわからない しかも自分のものじゃないんですよ めっちゃ面白かったの。これね、面白いって言っちゃダメなんだけど、めっちゃ面白くって、そう、まあ、簡単に言えば葉月のものをねこぼしちゃったんですけど、ちょっとまたどっかね、いつかどっかでこのエピソード聞いて ね、どこで話したらいいんだろうね。なんか B 級ニュースとかまたあればね そう、ごめんねって葉月のお味噌汁をこぼしちゃいましたね。またなんか B 級ニュースとかで話したら面白そうなのでね。面白なんか自分で言うのもあれなんですけど はい、本当にね、もう2人で大爆笑,思い出すだけで笑っちゃいますね。指ハート。お腹すいた。皆さんありがとうございました。見に来てくれてありがとうございます。今日はね、寒いし雨も降ってるので、皆さん暖かくして、美味しいものを食べて、あったかいお風呂入って、ゆっくり休んでください。なんか久々の農業日でしたね。楽しかったです、お話できて。またはい、次回のメンバーはね、またどっかで発表されると思うので はい、今日はありがとうございました。あと20秒。ありがとう、じゃん。じゃあね、皆さん。ありがとうございました。バイバイ。また会いに来てね。